皇室あるあるです。武田さん、はい、聞きたいことがあるんですけど、はい、3月3日の昨日の新聞に、はい、首相のいろいろ一覧が書いているところに、はい、武田恒康さんのビデオインタビューと書いてありまして、ネットではすごい何をしたんだ悪いことしたのじゃないかみたいなそうですか、書かれてますが、はい、あれは別に悪いことは何一つしておりませんので、はい、ある日間もなくですけども、ちょっと時間経ちましたけど、ようやく落ち着いたので、私の結婚披露宴をやることになっておりまして、多分その件でなんじゃないかなと思いますじゃあ何も全然悪いことしません。披露宴っていうかですね、一応去年私春に結婚しましたので、もうちょっとで1年ということなんですけども、その時はもう本当に家族だけ、少人数のちっちゃな披露宴しかやらなかったんですね。というのは皆さんにこう招待状出しちゃうと、それだけでもうあの週刊誌の記事になったりとかしてややこしいことになりそうだったので、もう小さく済ませておいて、その後で発表したんですね。はい、そんなのがあったので、友達とか、あと先輩方とか、お世話になった方々とか、お披露目する機会がずっとなかったので、この機会にということで、そんな機会をですね、キンキンやるんですけども、おそらくそのことじゃないかなということです。辛坊さんとか行かれるって聞いたんですけど。そうなんですよ。さっきもね、番組でお知らせで放送されるかどうか知りませんですけども、関西で辛坊さんは毎朝早朝の番組をなさってますから、帯ですからね、なかなか地方に夜行って泊まるっていうことはウィークデーはできないみたいですけども、私のね、私ごときですけども、結婚披露宴の時に辛坊さんがそれを番組を休んでまで来てくださるということでですね、お答えをいただいたもんですから、大変ありがたいなと思いまして、委員会の皆様方に日程の調整してくださできた方はですね、ご参加いただけるようですけども、辛坊さんがね、即体姿、女性は中二人へ、男性はこの即体姿というね、そういうもので出てくるというふうに期待してたらしいんですけども、あれ着ちゃうとですね、動けないんですよ。本当に25キロありますからね、女性の方は。そんなんで、今回は、式の時は来たんですよ、それ平安時代の、その3月3日のね、ちょうど、お雛様終わったばかりですけども、お代理様とお雛様、それを等身大にしたような感じのですね、そんなもんでしたけども、今回は洋服ということで、じゃあせっかくですから、ちょっとその時の写真をお見せしましょうか。ちょっとお待ちくださいね。こっちのこんな感じでね、式の時はやりましたけどもね、そんなところでございます。ありがとうございました。皇室あるあるでした。